ダブル同説ですね。右側の車がね、普通に入ってきますからね。大回りしましょうね。あとね、見てください、斜めに見てみようか。こうやって来るんですよ。もうこっちの車線に来るぐらいの勢いで斜めにね入り込んでくるんですよ。これが危ないの。じゃあ今これ日産の車のね後ろ走ってるんですけど、これをブレーキは何なんですかね。これは運転者が踏んじゃってるのかな、それとも追従型のねクルーズの影響なんですかね。一度走りづらいっていうのはまあ別にいいんですけど、めっちゃ嫌だよねまあ運転してる本人は分かってないんでしょうけど、左足でブレーキ踏む人なのかな、それともこの自動運転っていうかね、ある程度のそういう機能によってこうやってブレーキついちゃうんですかね。どれが本当のブレーキなのかちょっとわからないですもんね。4月の19日ね、今日は。で、昨日はね、有名 YouTuber さんのね、トラック、交通事故とかさ、そういうのを挙げてね、見解を、述べてる方いますよね。あれの動画でちょっと見たんですけども、一般道でのね、あれは一般道だと思うんですけど、まあ、絞り込みのところを右から来た車がね抜いていって、なおかつ U ターンをかましてね後ろから追突されるというね、トラックに追突されるという動画を見てね、まあ、僕が思ったことなんですけど、まあ、ちょっとあれはね、いろいろその動画を見てねコメントとか、まあ、その見解をね聞いてるとちょっとかわいそうだなと思っちゃったんですよね。僕はそのトラックドライバーさんがねっていうのは、やっぱりああいう絞り込みってね結構無理やりトラックの前って入られるんですよね。で、あれを、まあ、動画ではね、まあ、右からミラーが映ります。なんでもうあらかじめ減速してねどうぞ入ってくださいというね、そういう意見だったんですけど、まあそうですよね、まあ指導する方の人からすればそう言いますよね、はい、現場の人の意見はそうじゃないんですよね。まあ結果事故を起こしちゃったから、まあ、言われても仕方ないとは思うんですけど、まあ、そもそもねあのところで割り込んできてね、ギリギリで割り込んできて、なおかつ急減速の U ターンはちょっとないよねっていう話で、まあ、車間距離を取らなかったのがダメだったって言われますけど、そもそもね急絞り込みギリギリでね前に入ってこられて、目の前にね車間距離取れないですよね。で、あらかじめ減速してね車間距離取っておけば止まれたっていう感じで言ってましたけど、まあ、あれがね、例えば、2台も3台も4台もね、右から来たら、それを全部減速してね、入れなさいっていうわけにはいかないじゃないですか。やっぱりね、流れというものがあるから、どっかで断ち切らなきゃならないわけですよね。ましてや、そんな人いませんから、絞り込みでね、右から2台も3台も来ます。
それを原則どうぞどうぞって3台も4台も入れる人ってまずいないですよね。でまず運転手がね、あそこで思うことってまず荷物のことだよね。まあバラモンとかだったらいいかもしれないですけど、まあ例えば飲料系とかね、鋼材とか、もうあのね、ちょっとの荷崩れでも下ろしてくれないような厳しいところの荷物、あの鋼材なんか本当大変なんですよ。あれちょっと荷崩れね、10センチ例えば荷物が前にずれちゃったとか、もうそういうことでも厳しいところだともう大問題になっちゃうんです。納品不可になっちゃうんですよね。でその時にまたね、いろんなね、事情聴取やら書類やら、まあいろいろ書いてね、まあ本当に大変な手続きが必要になっちゃうんですよね。まあ運転手にももちろん事情聴取されるだろうし、まあそこでね、運転手がこうこう言ったところでね、いやそれはねやっぱり車間が狭かったからだとか、まあいろいろ言われちゃうんですけども、まああらかじめね、いる車に対して車間を取らなかったのは運転手のせいになりますけども、ああいうふうに無理やり前に入ってきてね、そこでもう車間距離なくなっちゃうのは当たり前の話じゃないですか。まあね、YouTuber の方はそのあらかじめね、ミラーで見えるからあらかじめ減速しといて車間距離を取っておけば追突は回避できた。まあそうなのかもし、それがプロドライバーっていうことを言ってましたけど、まあ、そうなのかもしれないですよ。結果論はね。でもやあんまりやらないですよ。そもそもは後ろに入れっつう話なんですよね、そもそもは。でなおかつあそこで U ターンしてなければ追突しなかった話なんだよね、あの動画見るとね。 U ターンしたから追突されたんですよ。だからまあ、 追突したこっちが悪い方に なっちゃうかもしれないけど、あれでプロドライバー失格とかって言われちゃったらちょっとかわいそうだなと思っちゃいましたね。僕なんかはね、やっぱりあの大型乗ってた時はよく飲料系積んだんですよね。飲料系とか積んで、あのまあ経験があるのはね、やっぱりあれってフォークでね、一枚一枚パレット積んでるわけじゃないんですよ。まあ、ビールパレットといってね、まあ大型だったら20枚でしたっけ、20枚積めるんだけど、まあ大手のね、あの工場だとね、まあこれね、積んだことない人はわからないと思うけど、まあベルトコンベアがね、こうローダーで流れてきて、20枚ね、2列でずっと流れてきて、それをでっかいフォークでね、それをドーンって一気に積むんですよ、パレット荷物をね。でまあ一枚一枚ラップかけてね、ラップ巻いて、まあ発泡間に入れれば多少のブレーキでもずれないんだけど、一気にドーンって積むから、ラップ巻けないですよね。後からこの発泡緩衝材入れて、間に入れてねやるんですけど、それでも手で入っちゃうぐらいなんで、やっぱり走ってればね、急ブレーキ踏めばずれます。あれ糊がちょっとね、段ボールについてて、まあ少しはずれなくなってるんだけど、ずれます。はい、なんでやっぱり運転手ってああいう時にまず頭によぎるのは荷物のずれとか、まあそこがまずねよぎるんで、ちょっとこうブレーキが踏みが甘かったりするしちゃうんですよ、どうしてもずれちゃうから。であれ急ブレーキ踏めば止まったかもしれないですけど、トレーラーだったらジャックナイフを起こす可能性もあるしね。でやっぱり、まあ、普通に考えて絞り込みになってて、はるか後ろからね猛スピードで来た車をどうぞどうぞって、どうぞ入ってくださいってあんまりやんないよね。やっぱりね、事故やると、自分が悪い事故がやるとね、給料
料減ったりとか、会社によってはね、ボーナスの査定が下がったりとか、あとは乗務停止になったりするんですよ。3日とかね、1週間、ひどければ1週間とか乗務停止になるんですよ。でその間にもね、毎日毎日講習受けたりとか、まあそういうね、ことをするしかなくなっちゃうんですよね。だからやっぱりまあ事故は本当に極力ね回避するようには走ってますけど、ちょっとあれはねかわいそうだったなっていうのはねありました。皆さんどうでしょうかね。あそこをもう事前にスピード減速して止まりなさいよっていうことになりますかね。じゃああそこで止まりました、後ろから追突されましたっていう可能性もあるしね。結果後ろいなかったのか分かんないけど、まあ、追突はされてなかったみたいですけど、まあ、そもそもは常識的な走り方をしなきゃダメですよ、トラックも乗用車もね、と思うんですけどね。やっぱり常日頃からね車間距離取るようにして、まあそうだね、まあ、こっちもこれで飯食ってるわけだから、まあああいったね割り込みも想定しといて、まあかわすしかないんだろうね。スピードあらかじめ緩めてってなるけど、まさかあそこで U ターンするやつってなかなかいませんからね。かなりのアホですよ、割り込んどいて U ターン。よくね割り込んで急に左にね、あの店に入るとか路地に曲がるとか、そういうアホもいますけど、ああいう人たちってどういう神経してるのかと思いますよね。だから全部それを想定して走るとなるとよほどですよね。だからこういうことですね。今これ絞り込みあるでしょ。で今、後ろの車を僕の後ろに入ったんでね、いいですけど、例えば今入ってきた車が急に U ターンをかますんですよ。で、だそれを対処しろって言うんですよね。で、まあ、まあコメントで絶対来るのがね、それを回避するのがプロでしょとかね、言うんですけど、確かにね、そうかもしれないけど、まあ指導員の方の見解と現場で走ってる人の見解って違うからね、正直。それを全部毎日毎日全てね完璧に回避して走るっていうのは不可能ですからね。で安易にブレーキは踏みません、トラックの運転手はね。基本的にあそこは普通だったら普通のほとんどの運転手がアクセル抜いてね、ブレーキは踏まないと思います。だって U ターンすると思わないから、常識的に。それを予測しろって言うんだもんね。まあほとんどできないと思います。ただそれで追突したら、どの会社でもおそらく指導員の方にそうやって言われます。的にはね、その危険を回避しながら走るんですけども、できないこともたくさんある、やっぱりね、やっぱりこの僕もね30年以上トラック乗ってますけど、最近なんか特にね予想できない運転をする人っていっぱいいるんですよ。もうこれはね確実に言えます。昔と違う、最近の人って本当予想できない。そんでまあ交通ルールにしても標識にしても常識にしてもね、だからマナーですよ。分かってないドライバーが本当に多いですから、それを1から10まで把握して運転しろっていうのは正直無理です。昔と人間性が違いますから。今ねもうほんと事故中が多い、周り気にしないっていう人がほんと多いから、だからパーキングだってね平気で逆走して
しかも逆走してんのにすごい勢いで逆走するでしょ、うん、あんなのありえないじゃん常識からしてね。だからそういうことが あるんで、まあ、まあ今回の件はちょっと気の毒だったなっていうことです。まあその YouTuber の方の言ってることはね、指導員としては正しいです。まあ我々毎日走ってる人からすればもう不運だったなみたいな、あれはまあもうしょうがない、しゃあない、みんな多分追突してたと思う、ほぼほぼ、ね、だからそういう事故ってあり得るから、ね、まあ一応頭の片隅に置いて、ね、ああいう無理な割り込みしてきた人がもしかしたら急ブレーキをかけて U ターンかますんじゃねえかなっていうのも勉強にはなりました。確かにね。でちなみにね、あれぶつかったじゃない、追突したじゃない、あれ対向車にはみ出たよね。あれって車体右に向いてるしハンドルも右に向いてるから、で追突されて対向車に出ちゃったじゃない。あれ対向車来てたらそっちもぶつかってたからね。だからその車の乗用車がどうな、本当にねどうなるか分かんないぐらい、もしかしたら死亡しちゃったかもしれない、それぐらい危険な行為なんですよ。あのだから一般道とかでもさ、まあ右折帯がないところで右折する人とか見ると結構車斜めにして止めてたりとか、車体はまっすぐ向いてんだけどハンドルを右に切って、要するにタイヤが右に向いてる状態で待ってる人っているじゃない。あれってダメですよ、危ないですからね。後ろから追突されたら、日本の道路だったら対向車線にはみ出ちゃうから正面衝突ですからね。必ず車体をまっすぐ、ね、でハンドルをまっすぐにしなきゃダメです。あの中央分離帯がさ、あの広いところ、 幅がある中央分離帯なんかはね、ちょっと斜めになっちゃうのはしょうがないね。斜めにならないと前に対向車線が見えなかったりするから、そういうのは仕方ないかと思うけど、もし追突されたら対向車線に行っちゃいますからね。だから僕は基本的にはもう車体はまっすぐ、ハンドルもまっすぐで止まるようにしてます。まあ常識ですけどね、まあ、よく見ますよ、車体こう斜め、右に斜めにして止めててね、お前まっすぐにしてれば左からすり抜けられるんだよみたいなね、よくあるでしょ。で皆さんもそういう経験ねあるでしょ、やっぱり、ね、もう後ろのことなんか何も考えてないですよ、ね、だからそういうドライバーが本当に多いから、予測不可能なね動きをする人が本当多いから、皆さん気をつけましょう ね、まあ、これがね本当にバスとかね、人を乗せるバスとかなおさら注意しなきゃなんないんでしょうけど、まあ本当にね、まあ、バスだったらね人の命預かって走ってて、トラックだったらね大事な荷主さんの荷物を運んでます。でその前に割り込んで急減速して曲がるとか U ターンは絶対やめてください、本当に、ね、これが回避できなかったからプロドライバー失格じゃなくて、まずそういう行為をするのをやめてください、本当にね。まあそんな感じで思いました。